して玉田、さあショービッチ、田口決まりました。田口のミドルが火を吹いた。貴重な貴重な3点目、勝ち越しゴールは田口。しかしミドルはうまいですね。しかしね、どうしても欲しかった1点を田口得意のミドルで決めました。本当ですね、まあ、ここで右サイドで起点を作りながら ねシモビッチが起点を作って、もうね本当に狭いところですよね。そうですね、相手ディフェンスがいて、ゴールキーパーは空いてるスペースに